ただきます。どうぞ。見たことあります。ゼロイチTVでなしと。今日はなんと桃月なし子ご褒美企画でニンニク専門店にアンジェと来ました。イエーイ。人見知り克服企画だとかドッキリ企画だとかブチ切れとかね、ブチ切れとかね頑張ってきたので、うん、スタッフさん一同がなし子にプレゼントしようってなって、今日ニンニク食べれるって聞いたから2時間食べ放題って聞いたから、うん、あんまり食べちゃダメだなと思ってそうめんだけにしといた、うん、足りないなって思いながら我慢してきた今日ここまで。唯一あの2時間だけお時間決まってますんで、あ2時間だけ、はい、全然早く行かなきゃ。お酒はいいんですか？いいですよ。おっしゃガーリックドリンクがあるらしくって、ガーリックコーラハイボールとかニンニクドリンク、ちょっと一番最後に絶対飲みたいなって思ったのがこれです。リンゴジュース、たっちゃんニンニクの消臭効果があります。そう、スペインのスパークリングワインって書いてあるのがねすごく気になっています。ニンニクと関係ないスパークリングワインを飲むんです。まあ一杯目なので、おすすめだし、おすすめだし、ありがとうございます。やったやった、イエイ、お疲れ様です。いただきます。あ、乾杯なんすかそれ、飲んじゃった飲んじゃったなんすかそれ、あ視聴者様へのファンサです。もう一回言う、もう一回言う、あ、OK、 はい、せーの、乾杯うまっ。皆さん召し上がっていただくマッシュルームのニンニク、うわ絶対うまい、美味しそう。マッシュルーム大好き、私も、私キノコ嫌いだけどマッシュルームとトリュフだけ食べれる。あ、そうなんだ、うん、いただきます。いただきます。あ、これ、うん、これは絶対美味しいじゃん。ガーリックトースター絶対美味しい。え、確かに。なんか食えるからいっぱい食べてるじゃん。え、わかる。ものをね。そうだね。失礼します。クリームチーズのニンニク醤油。ありがとうございます。お好みでわさびをつけて召し上がってくださいっていうやつですね。うん、ニンニクを醤油でつけたものでつけたってこと。ニンニクとともにつけたってこと。そう。いただきます。すごい早っ。うん。ニンニク香る。食べる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 。これは。うまい。これはあかんですよ、酒が進んでしまいます。これはこれですねこれは酒です。これは酒ですよ。時間が経てば経つほど美味しくない、うん、これ大きいの。いや待って、めっちゃやばいの来たのよ。わあすごい、やばすごい、待ってもう匂いがやばい。もう看板メニューですね。わっ切ります。キャハー、うちのニンニクがですね、青森のタッコのニンニクと、タッコ町って町があって、ニンニク好きはね、皆さん知ってる町なんですけど、そこのニンニクしか使ってない。やっぱり外国産の安いニンニクじゃなくて辛いですから、うんうんうん、国産の青森のニンニクと全然違います。うーん、やばいね。いただきます。どうぞ。うまい、いい笑顔、いい笑顔、やばいすごい匂いするでこれね、うん、これはあの追加オーダーです。 OK です。決定しました。今いただきますね。どうぞどうぞ。それではいただきます。実食。うん、どう、うん、何なんですか。いいよいいよこの味を知ってしまうのは良くない、うん、この動画さ、うん、見た人たちがさきっとさこの店いっぱい来るじゃんか、うん、どうしようね、来づらくなっちゃうどうしよう、予約取れなくなったらどうしよう。なんでそんなに普通のニンニクと違いますか。え、全然違いますよ。辛くないもん、うんうん、でもあのニンニクの臭さはお口の中にちゃんと残ってますね、いい香りや、うん、わーうわー、こりゃあかんですよ。おいしそう、よくないよ、よくないおいしそうなんだが、ニンニクの専門店出すと考えた人天才だよね。遠慮とかできないんで、うん、いいのいいの、この食べちゃった、うん、ちゃっぺりな感じ、いただきます、いただきます。甘い食べる前に言うて、
怖っ。口に入れた瞬間ニンニクがふわってくる。マジ？うん。うまっ。うまっ。うん。待って。臭いですか？あ、すごっ。あ、本当に？待って、私たち今食べてるから。わかんないけど。うん。ああ、来てしまった。ちょっと待って。最高。これ薄皮が剥けるんで、つるんと。薄皮剥いて、あの、まあ、塩コショウ振ってあるんで、塩コショウつけて。うん。待って、ちょっと、あ、怖いな。いや、猫舌なんですよ、自分。臭いんだけど。うん、ユキが。ユキがすごいんです。ちょっと冷ましますよ、私。聞いたやり方をしたい。これも、こまち。じゃあ、ちょっといただきます。おいしい。え、おいしい？これも、本当に辛くないの、全然。上原さん、ちょっと。よろしくふよってしてみて。うん。まだ前半ですけど。やば。待って、どうしよう。だっちゃんでどうにかく任せるかな。いいね。サラダって生野菜サラダ。はい。ここで生野菜ってニンニクアンチョビソース。あのニンニクをこうペース状にした、はい、絶対美味しい、美味しいですね、美味しそう。バーニャカウダ、あ、炭酸の麺からさ、ガーリックサングリアにする。ガーリックコーラハイボールでしょ。コーラハイボールサングリア、うん、はい、見てください、ニンニクちゃんと入ってるんですよ。待って、切ってないか、それ待って、勝手に写真撮りたい、すごいすごいすごい、わかんない、なんかもうここにバカそう、ここにガーリック多すぎて嗅覚バカになってるだけかもしれないですけど、香り的には別にそんなにガーリックではない。うん、来るわニンニク来ますわ。こんな笑顔見たことありますゼロイチ TV でなしこニンニクコーラハイボールですね。いただきます。奥底にいるニンニクが最初に飲んだら違ったかもしれない。やっぱ最初に飲むべきだったね。やっぱそうだ。見てこの意味わかんない食べ物。いただきます。でも再生回数伸びたらまた次もニンニクに連れてってもらえると思うので、視聴者の皆さんよろしくお願いします1日1回ポチッと押すだけで大丈夫ですので、見なくてもいいです。よくないよ。後半使いませんでしたとかやめてくださいね。いや、さすがにさすがに、いや、そんな山じゃないですよ。はしご酒でどんだけ飲んだと思ってるんですか。酔っ払ったらどう変わるんですか。もうまずは？あんたね、あんな変わんないって言うでしょ、自分で。そうやって言われるんだもん。いや、やばいよ。何が？苦戦するの？何が？戻してからが本番なんで。え、どういうことですか？出したら飲めるじゃないですか。だから飲むために出すんですよ。楽しくなっちゃうんですよ、飲むと。そう。だから、ね、そう、もっと飲みたいみたいな。またみんなと一緒にいたいみたいな感じになっちゃって飲みたくなっちゃうんですけど、やっぱりちょっと気持ち悪くはなっちゃうから、一旦出そうって言って出そうとして出しに行ってるんですよ。そうそうそう、もうまた飲めるように、そう、あ、もう無理、ダメみたいな感じのじゃなくって、うん、ちょっと一旦リセットしてきますみたいな。そう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 。ミュショーでさ、酒飲みで性格にならないとさ、おいすごい組み合わせだよ。次何飲もう。でも肉来るから、もうお酒、いやいや、いいです、はい、クロッシュのグラス2つで、はい、お願いします、お願いします。あ、待って、色がちょっと違う、なんか違うね、うん、タッコ町の黒リンニクと勝沼の赤ワインをブレンドさせてる、うん、美味しい、あ、でも味は甘い赤ワインです。え、なんかデザートワインみたい。うん、ニンニク感はどうなんですか。全然、私たちだけかな。でも黒ニンニクだから、あ、まあね。ツイッターでさ、うん、
うちらがさ、今ニンニク食べてるんですけどってさ、ニンニク食べてるんだけどなんか質問あるみたいなのやりたくない？ニンニク食べてるんだけど、なんか質問え、それ、そのさ、聞き方だとさ、ニンニクの質問しか来んけど大丈夫そう？え、そういうことではなくて、なんでもいいよ、みたいな いただきます。いただきます。今まで食べたガーリックチップの中で一番香りが強い。でもごめんね、私さ、今さ、やっちゃいけないことやったんだけどさ、こっそりさ、マッシュポテト食べちゃったさ、隣で。いや、見てたよ撮ってないっす。ちょっと我慢できない。ただ、ちょっと食べとくれもう一回食べてください、そんなで、こいつか。ニンニクが入ってんの。身がもう入った。食感、ニンニクの食感があんの。ニンニク度増してきたよね。マジで。もうね、めっちゃニンニク。超大やば。やばって言っちゃった。これだよ、これ。さっきのさ、ツイート、質問もうそろそろ集まってきたかな。来てんじゃね。結構今のところ。73件やば。この短時間で、あの、取れ高的に良くなる質問して、もうさ、貴様さベーシックな質問ね、ニンニクが好きになったきっかけは分かんないんだよね。早っ多分、馬肉にハマってからじゃない。最初、事務所入りたてのちょっとくらいの時に、ナシコが馬肉って言ってて、そこからどんどん馬肉が好きっていうか、ニンニクが好きに変わったんですよこの子一番好きなお酒お茶割りあ、ありがとうございます。ありがとうございます。あると言いながらワイン来ましたけど大丈夫ゼロイチの中でナシチコちゃんの思う一番性格がいい人3回ぐらい送られてきてるスクロールするためにいるのこの人そうだね、性格のいい悪いって主観じゃないですか。そうですね。そう、だからまあ自分にとって都合が良ければ性格いいって思うし、都合が悪かったら性格悪いって思うもんじゃないですか。でも、あの、だいぶ初っ端から言ってるのは、マルピはすごく相性が良くていいなって思う。あの、人に嫌われないタイプの子だよね。さ、先輩とか年上からも好かれるし、そうそうそう、年下からも好かれるし、同期からも好かれるし、嫌いになるところがない、ね、全人類から好かれるタイプの子だよね、あ、結婚したいゼロイチメンバーは？どういうこと？推し？推し？一推しみたいな。推しはゆめちゃんで、あ、事務所入った初っ端から言ってるんですけど、私はゆめちゃんが一番可愛くて好きっていうね、スタイル、美女が好き。でもゆめちゃん自炊しないからな。そしたらダメだな。ダメだな、余計にはしたくないんだよな自炊しない人カレー詰まっちゃったらダメなんだよな。お、きた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 、いけ、うわーやばい、あ、めっちゃ似合いそう、いいね。どうですの？何？ニンニクの味しかしないじゃないですか。え、もうニンニク？私今ニンニク食べてるわ、麺ではなくて。ニンニク食べてる。あの、一問一答形式で言います？はい、いいですよ。まなもさんと最近交流はありますか？ないです。プライベートで会ったことありません。好きな男性のタイプ、メガネかけてる男の人。あ、あと最近会ったのが、あのね、職人？
価値を感じてる人、美味しいねって言い合えるみたいな。でそう、あの食にお金をかけれる人、かけたくない人ってマジでかけないじゃん。だけど自分やっぱ食に重きを置いてるからさ、給料の中のほとんど食と言っても過言ではないぐらいさ。そうだね。そう、東山のニンニクで作ったジャムです。やば、すごい。これがニンニクジャムですか。そうです、一緒に食べるの。すごい、うん、梨とかね。ニンニクってデザートになるの。ニンニクの概念が壊れた。うん、ガチャンっていうリンゴジュースなんですけど、後ろにニンニク専門店推奨、ニンニクを食べた後はリンゴジュースってもう書いてあるんですよ、パッケージに。リンゴジュース大好きで。そう、そう、家に常備してあるんですよ。じゃあ、たっちゃん、いただきます。乾杯。うまい。リンゴジュースマニアとしては普通に美味しい。コンビニとかで売ってるよくさ、ある紙パックのリンゴジュースとは違ってさ、ちょっと濃厚なんだよね。あ、はいはいはい、リンゴ味が強いというか、あと甘みも強くてすごく美味しい。はい、そろそろ2時間経ちますけども、まず桃月さん、満足していただけましたか。もっと食べたい。いやいや、まあまあ食べましたよ。もう無理でしょ。まだ食べます。今日は満足ということでよろしいですか。大満足です、ありがとうございます。大感謝。私も大感謝。ついてきただけなのに。確かに。